一回そのゲーム会があったんだけど、ファンの人が7人の限定のまあゲーム会で人狼やったんですけど、めちゃめちゃ私ガチで弱かったからね。もうねすぐなんか、いやじゃあもうね、預言者まあ占い師が私のことを占うじゃないですか。そりゃ私のこと絶対で、私人狼だったので、も絶対私のこと占ったやんと思って、何どうしようかなと思って、私がさあカミングアウト占い師ですっていうのを言おうかなと思ったけど、ちょっともう一人の子はどうやって人狼をやるのかちょっと見てみたくて手出さなかったんですよ、私が。でそれで、えじゃあ役職ある人いるみたいな話をしたんだけど、誰も手挙げなくて、でまあさあ預言者一人だけ手挙げて、で、あじゃあ預言者なのか、じゃあもうこの人は預言者だねみたいなのになって、誰も他に出てこないかなみたいな、そんでほんでからそこからで、じゃあ誰占ったのって私が聞いたのねでももう絶対私のこと占ったの知ってるから、で私これ人狼だって言われるなって思ったんだけど、もうそこに逃げ道はなくて、誰占ったのって聞いたら、えこれは言っていいんかなみたいな言って、いやもうこれはあんま言っていいよみたいな、でえミュウミュウで、じゃあ、え、私何だった、人狼、あ、私人狼嘘みたいなマジで逃げ道なかった、本当になさすぎてびっくりした、あれはもうね、本当占い師が一人も出てない、一人もっていうかもう一人出てたらまだしのげてた、私がね、こう、あ、占い師ですって言って、で、私が、多分もう占われたってのさ、知ってたから、ガサガサしてたの。そのなんか、こうやって目つぶってやるやつだったからね。で、それで、まあ、隣の人に、隣だったんだけど、隣の人に、この人人狼でしたって、私が先に言ってれば、もしかしたらいけたかもしれないし、じゃなくて、普通に私は違う人を、当てて、それかもう一人の人狼の人を人狼、この人人狼でしたって本当のことを言ったりとかしてもよかった。だから私が本当にもうちょっとちゃんと立ち回りできてたらなと思って、私があの時占い師って言っとけばあれです、たらればオーマイガーです、はい、でもめちゃめちゃなんか本当人狼私好きなんで、人狼は楽しいなって思います。オーマイガーだってだってあなたがいた、片思い中よりによってこんな状況で、だってだって女の子だもん、可愛い私で会いたかったのに。 D さん、ふとしさん、ハートありがとうございます。急にカクカクしちゃう、マジ？なんでだろう。あ、マヨいる、ミミ、はい。そっちは大丈夫ですか？そっちに集中してください。私は大丈夫よ。もう何も言わないよ。え？何
27分くらいからでもいいかな。え、いいのに全然。もうそんな気使わせてしまった。うん、キジさんかわいい、ありがとうございます。ポタルンありがとう。ポートからおかえりなさいませ。めっちゃ今えって思ったの、私こっちの話だ、こっちの話ね。めちゃめちゃごめん、なんでもない37分間から次の枠らしい。ああ、そういうこと、了解です。次の枠でやるってことね。え、なんかもうなんか申し訳ない、本当になんかそんな私がわがまま言ってね、なんか私がその今イベント中だしさ、イベント中に出るのもなって思ったし、罪悪感、罪悪感、罪悪感で合ってるのかな、分かんない。うん、やばい、なんか言わなきゃよかったと思うよね。たられば使いたがりみたいになったけど、合ってるのか分かんないし、しかも意味たられば、人生たらればの連続。そうよね、やっぱみんなも思うよね、あの時にああしてればよかったなって。やっぱ上司とかに怒られた時にさ、あの時あれやっとけばよかったって思ったりさするじゃん。彼氏に振られた時とかさちょっと分からんけど、みんなのたらればが、レバニラがニアレバ一緒だけど、たらたらがのぞみやんこさん、ハートありがとうございます。テストの時とか、あの時もうちょっと勉強集中しとけばよかった、勉強もうちょっとしとけばよかったとか、あの時寝ないでちゃんと授業を聞いてればよかったとかね。ドラマ見てた、私一切見てない諦めなってね、本当に全然そうなんや。前はイベント中だから、 そこがね、そうなの。気にらいはちょっと食べたい、私も気にら、気にら醤油、ん気にら醤油漬け卵かけご飯、え合ってるっけ、めっちゃ食べたいそれ本当に。天丼、天丼食べたい、天丼天丼天丼、天神天神天神、落ちただけだ、かわいいっす、ありがとう、しゅうさんマジで食べたい、私食べたことないもん、瓦そばっていうもの。うわマジで食べてみたい。あれでしょ、なんか鉄板みたいな鉄板で焼くそばみたいな、焼きそばみたいな、茶そばだけど茶そばで、まあ、焼きそばみたいないや味付け全然違うけどね多分。いや美味しいでしょ絶対、あんなにだってもう有名になるぐらいだから絶対美味しい。あ、ホットプレート、すいませんホットプレートです。瓦、やっぱ瓦で食べるのを食べてみたいよね。ほんとほんとありがとうございます。もしお肉でした、あもう肉しか買ったんですけどね
べたいな。そういや最近そば食べてないね。食べたいそば。茶そばがでも家にあった気がする。作れるんじゃねワンちゃん作れるんじゃねみたいな。味付け全然知らんけど。ペヤング焼きそばうまいそれはそう大好き。やっぱ焼きそば美味しいよね。カップ焼きそばってほんまに美味しい。なんでだろうね。あー恥ずかしいそば食べてたねそいや食べてたね。朝飯そばだったもんね。なんかそばだったねあーそいやそんな時もあったな。そんなこともあらな。そうめんもいいね。なんか今年そうめんも食べてないし冷やし中華も食べてないし、まあ、まだ夏始まったばっかだしね。これからよね。まだなんか梅雨気味だし非常食いっぱい買っときな。いやほんとねそうなんだよ。非常食って何非常食って例えばって何。いや非常食っていう非常食って言ったらもう乾パンとかなってくるけど、そういうのじゃなくて、なんかあるじゃん、なんかあるじゃん、なんかあるじゃん。始めました。僕の太陽、太陽は何度も夢を見る。雨雲にもし覆われたて。合ってる歌詞宇宙食を食べてる YouTube を見て、あ宇宙食って美味しいんだと思って、なんか美味しいって言ってて人がいてへーってなったちょっと気になった。めっちゃ今日もスモークタン食べたい。おでもスモークタン以外のやつも食べたいなと思う。なんだっけペッパービーフとかもあるじゃん。あれちょっと食べて。みゆみゆのカヌレ食べたい。待ってカヌレ作ったことないけどびっくり全然作るよ。もう主くんのためならもういくらでもカヌレ作っちゃうよ。私作ったことないけど作れる気がする。食のことは、ま、任せて。ここで私ここ扉開いた瞬間お母さん映るよこれ。お母さん帰ってきた。のぞみおこさんハートありがとうございます。ちょっとこの辺にいようかな。スモークタン一緒あ買って、あ本当買ってきたの。でも明日朝食べる。朝配信で、しんちゃんごめんなさいあそうなんや、スモークタンとペッパービーフ、スパービーフ何それがね、そういう並んでるよね隣にね。しんちゃんおかえりだって。聞こえた今。あはいって言ってたよ今。Dさんハートありがとうございます。え、わかる。 TikTok で
でしょうか、何でしょうか。あ、いらないよ。違うってこれママ。え？充電もできるやつって言ったじゃん。あるよあれ。ちょママにね買い物頼んだんですよ。全然違うの買ってきてた。学校違うよって話をしました。これじゃないってっていう、あのイヤホンもさせて充電もできるやつ、なんかこんなちっちゃいやつがあるんだけど、それを欲しくて私は。そしたらイヤホンジャックを買ってきたんだけど、ママが「いやこれじゃないママ」って言ってた。あ、こういうの、こういうの、こういう。イヤホンもさせて充電もできるやつを欲しかったんだけど、これ全部壊れてるからさ、私が持ってるの。いや、怒ってないけど、怒ってないよ。あー、違うよ。イチャモンつけてました今。買ってきてくれたのにね。あの、あとあれ買ってきてくれた。もうめちゃめちゃボロボロなんです、私の画面が。なんでフィルムを買ってきてくれました。フィルムがめちゃめちゃ本当にもう今ボロボロなんで、ボロボロなボロ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 ちゃんなんで。そうね、頼んだ時が外だったんだよね。外で頼んだからね、写真撮れなかったんだよ。口でというか、まあ LINE でしか説明できなくて。こっちだ。変えようかな今。来ますね。これを剥がさないといけないから。剥がれました。見て、ボロボロです。よくこの状態で頑張ったね、ボロボロさん。今やりますね。よいしょ。ティッシュ一回拭きます。あ、いや、あれどこやったっけ私。あれ、おあった。これを、え、これ、あ、あ、そういうこと。これを剥がしてこう貼るのね。